日産プリンス宮販売 EVSV の松野です。やってきました伊藤君。はい、伊藤君の大好物。大好物じゃない食べ物じゃないんですからね。伊藤君大好きオーテック。はい、はい、あのオーテックマスクね今日つけてきた甲斐がありますんで、はい、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、もう結構うちオーテックの愛を語ってるじゃないですか伊藤君が、うん、そうですね、主に伊藤君が僕がね、はい、まあ、はい、オーテック乗ってるんでね余計に、はい、あると思うんですけど、やっぱそのそこも引き継いだオーテックのデザインというのは引き継がれて、はい、このドットで、まあ、このドットがね前もちらっと言ったんですけどメッキ使ってるんですごいそこで迫力が生まれてるんだよね。あ、はい、やっぱその面積に対してこうきらびやか、はい、このドットの意味って前伊藤君に教えたと思うんですけど、あの海面に反射する、太陽光の光。そうです、太陽の光、まあ、まさしくその通り、やっぱこれぐらい迫力あると本当にそうやなと思いますね、はい、キラキラしてて、ちょうどねこの角度から見るとめっちゃこうピカーンなってるんですよ。あ、わかります、わかるわかる、キラキラしてる、キラキラしてるんですよ。でね、まあ太陽光実際当たった時とかもねすごい綺麗な感じに光ってたんで、はい、やっぱその本当にこのセレナの大きさで余計にその海感で出るね、海感、海感ねオーテックの求めるその海感が出てるかなと。湘南の海ね。そう、湘南のね、はい、イメージにより近づいたかなと。はい、で、まあ、そのグリルもそうなんですけど、はい、ちょっと今回はその青の LED ここが光りますよって前もちらっと言ったんですけど、ここですね、ここですね、デイライト、これはすいませんやっぱりちょっと光らせれないので、はい、またまたの機会にお楽しみを取っておいてください。はい、でやっぱそのオーテックラッタってこのシルバーフィニッシャーじゃないですか。はい、でやっぱセレナぐらいの大きさになると、まあ、そのどうしてもシルバーの部分も多くなるんで、はい、それがねすごいスポーティーな、でこれがフロントからサイドにつながるんですよね。はい、このままグイーンと、これはやっぱり、まあ、オーテックラッタ特にこのブルーグリルとこのシルバーのフィニッシャー、はい、っていうのが本当にオーテックらしいなとは思います。はい、でその3台まとめて説明した時にも言いましたけど、やっぱホイール足元、はい、このデザインももう本当に細かいデザイン、これホイールスポーク何本って言われたらもうよくわからんぐらいのそうですね、な1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本スポークなんですけど、その1本1本が細かくこれで1本なんですよね、これで、はい、すごいデザイン性高くより高くなってますね。でオーテックのブルーに赤って映えるよねやっぱり。こんな感じで綺麗に光ってますからね。綺麗、本当にこれも何回も言いますけど、はい、これ実物で本当に見てほしい。もうリアのライトめちゃくちゃ綺麗なんで、まあ、これオーテックだけじゃないですよ、ね、じゃないんですけど、オーテックのブルーより映えるんでこの赤い部分が、はい、これはもうぜひ見ていただきたい。で E パワーのエンブレムとオーテック、ここにもこれオーテックのさ、はい、オーテックのエンブレムもやっぱ車によって大きさ若干違うのよね。あ、そうなんですか。多分多分ね、多分ちょっと大きくない、前キックスやったっけ、あ、なんかそのうちの動画でやった時よりちょっと大きい。あとオーテック好きの伊藤君に質問なんですけど、はい、オーテック、まあ、その日産のここいつも結構うちら触れるじゃないですか、はい、ロゴ、はい、まあ、今回でいうとルキシオンの X が違うよとか、はい、まあ、アリアの R が欠けてるよとか、はい、こうオーテックの H ってちょっと、はい、こう H としますよ、はい、こうなってるじゃないですか、はい、気づいてた。いや、ちょっとここ気づいてると思うじゃないですか絶対気づいてなかったよ。いや、気づいてましたよ。前から、前から。絶対嘘やわ、ほんまに、ほんまに絶対嘘や、逆ギレ王やんいや、ちょ、今気づいてん今日初めて気づいた、僕も、はい、僕もってことは伊藤君も。え、僕は気づいてましたよ。ほんまに？
あとね、中ですね、オーテック、やっぱり中ですね、もうオーテック全開で。でこれ、ね、ブルーのカーペットってオーテック、まあ、オプションでブルーのカーペットじゃないですか。オプション、そうですね、オプションでね、映るかな。僕最初見た時にちょっと違和感あったんですけど、はい、もうないです。もうこれがね、もうバチッと決まってるんですよ。決まってる。でオーテックの e パワーも7人乗りなんですよね。そうですね。でその先ほどのルキシオンと違うところは、はい、後ろから撮った方が分かると思うんですけど、はい、この、まあ、7人乗りなんで、はい、ルキシオンの場合はアームレスト付きのセンターコンソールがあったと思うんですけど、はい、それがないんですよね。なんかどっちかっていうとあの前型のあれに似てますよね。そう、前の e パワーに近い、こう小物置きがついてる、はい、でこれよ、これ座面というか、まあ、座面背面もそうですけど、このデザインと質感、はい、で今回もこの模様が入ってる、上品な、シンプルかつ上品な、お上品な模様してますね。してますね。これはさざ波をイメージして作られてます、はい、こんな感じ。なんかちょっとシックな感じになった。上品な、お上品になりました。そうですね、ね、なんかイメージ、ちょっと内装のこのシートはお上品な感じになってます。はい、次ちょっと前行きますね。でルキシオンの時はそのコンソールがあってアームレストがあったんですけど、それがない分ここに収納式のアームレストが搭載されてます。そうですね。でオーテックといえばブルーのステッチが入ってて、やっぱりそのこういうとこですね、うん、ちょっとしたところで、これでもデザインのもう親和性が取れてる。はい、もうさりげないブルー、足元はもうバッチリブルーなんですけど。そうですね。でシートも多分その青い部分がちょっと少なくなったんですよね。そうですね。そう言われてみるとここだけになりましたよね。こことオーテックのロゴとステッチ、はい、なんですごい上品なイメージになってるんじゃないかなと。オーテックって車種ごとに違うやん、そのシートの。あ、そうですね、青のバランスだったりデザインが違うんで、はい、今回はちょっと上品な、お上品な感じになってます。はい、でね、もちろん前も言いましたけどオーテックのロゴっていうところはセンターパネルにも入ってます。でオーテックはプロパイロットは 2.0 じゃなくて、プロパイロット、プロパイロットですね。なんか日に日にオーテック、正直僕ね最初違和感ちょっとあったんですよ。何にですか？オーテックの車種に慣れてなくて、はいはいはい、はい、めっちゃ青いやんと思ってたんですけど、はい、ちょっとこうなんか、あ、なるほどねわかる、このちょっと気持ち変わってきた。はい、オーテック、あー、オーテックさんいいじゃないみたいな。そうですね、違和感がなんかないんよね、これしっくりくる。これ何、伊藤の布教活動の。じゃあ別にね、活動はしてないんですよ愛が伝わってきた。あ、そう伊藤のオーテック愛がちょっと伝わってきたんかな。そうですね、多分そう。そう、でもあの実際そのオーテックってそもそもやっぱちょっと人と違うのがいいよとか。そうですね。なんでどっちかっていうと、とっつきにくい部分はどうしてもあると思うんですよ。うん、そのイメージを一回なくして、こう何、フラットに見てもらうと、やっぱオーテックは、あ、こういうところいいんやなっていうのがすごい分かってきた。はい、いいですね。そうですね、僕のオーテック愛を語るとしたらこのハンドルの内側のステッチ。ずっと言ってますよ、ずっと言ってるんですけど、これ多分これずっと言ってる、もうエクストレイルの時とかも言ってたんですけど、これハンドル握った時にチラッと見えるこの青のステッチが、はい、たまらないですね。そうですね、江戸っ子かどうかは置いといて、はい、シラリズム、シラリズムね、はい、すごいいいですね。はい、ということでオーテックのレビューさせていただきまして、これにて本社ギャラリー編終了ではないですけど、ね、と見せかけて、はい、ちょっとね違う視点で、まあ、本社ギャラリーせっかく来たんでちょっと撮影させてもらったんで、またそちらの動画も楽しみに
していただけたらなと思います。はい、でチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録 していただいて次の動画をお待ちください。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見ていいねと思った方は高評価ボタンをぜひお願いいたします。はい、Twitter とインスタと LINE もアカウントがございますのでぜひフォローしていただけたらいろんな情報を発信してますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。